畑に上杉武田軍を退けた馬超たちは再び生徒任務竹中半兵衛らの活躍で織田、北条、孫吾の後ろ盾を得た今、唯一の気がかりは魏軍の存在。繁盛に近づいた時、懸念は現実のものとなる。生徒への道を塞がんと、その進路に魏軍が展開、さらに背後からも包囲される前に一気に突破しなくてはならない。討伐軍は生徒を目指して進軍の速度を上げる。そんな中、馬超の魏軍め、もう追いついてきおったが、このままじゃすぐにここは足を早めて一気に突破せにゃならんな。流行るなよ馬超。敵の指揮を取っとるのはおそらく曹操、お前が長年追ってきた一族の。分かっている、俺たちの目的ならいい。敵にはジョカという仙人もいるようですね。聖者を図るべき仙人が我らを邪とみなし、ならばこの戦私が参りましょう。逃走でた背後を取られては反撃もままならん。ここは敵を振り切り一気に生徒を目指す。南西の道はすでに断たれてしまったか。北西の道より生徒を目指すぞ。奴らはすでに袋のネズミだ。包囲を絞り追い詰めよう。報告します。曹操率いる敵本隊が接近中とのこと。我らは包囲されつつあるようです。口を閉じられる前に抜け出さねば。常変わらぬお見事な武勇、あの土も見入られておりましょう。足を止めてもらおうか。待ち伏せか、姑息な真似を。知略に勝てると思いか。高みへと至られましたね。
けにはいかんな。敵将、討ち取ってやったわ。こうもたやすく抜かれると満身があった。我が君の敵は私の敵、覚悟していただきますわ。私の知略に勝てると思いか。そのまま負けではない。敵将、撃ち取ってやったわ。どうした馬長、眉間にシワが寄っとるぞ。生徒へ急がねばならぬと思う一方、曹操の到着を待ちわびている俺がいる。すまん秀吉殿、やはり復讐の念を消すことができん。わしらはここでしんがりを守る。本体が逃げ切るまで踏ん張るで。せい、素晴らしい効果つやく。するものら捨ておけんな。道を塞がれたか。これでは生徒に向かえん。勝てると思いか。
ちは塞がれ、後ろには大軍。これも敵の頭を潰すしかねえ。展開的、お前たちは何をなそうとしている。ダッキに恋する者らにその真意を正す天使。あなたたちダッキの協力者です。なく正気は保っているようだ。もっと楽しみたいところだ。すまない、急いでいるんだ。行くわよ課長。わしらは曹操を倒さねえならん、だから止めませんけどな。今お前がなすべきこと、正義っちゅうやつをもう一回考えてみてくれ。おお、一段と冴えておいでですな。課長、さすがなる武勇、我らの力で勝利を呼び込みましょうぞ。ただ、槍を振るうのみ。私の知略に勝てんと思いか。至極に存ずる。私こそ天下無双だって、魔王の妻だもの。覚悟しやがれ、人ひねりにしてやるぜ。次こそ我が知略でお前を倒す。わしが相手となると策はあるまい。こうした気迫を見極めねばならぬな、その源を。いかに世界が変わろうと、貴様の恨みは消える。だがこの世界には貴様が必要だ。正しき義を貫くため、ひとたび復讐の刃を。わしらの勝ちじゃな。かぐやから話は聞いた。どうやら我々の予想を超える事態が進行して、その鍵をダッキが握っているか。ダッキの小手に回るわけにはいくまい。人間の未来がかかっているの。竜、信玄、剣士、孫権、これよりは全て